ブランデンブルク師団ョ賞ブランデンブルクは第二次世界大戦中のナチスドイツにおける特殊部隊の故障である。ブランデンブルクの部隊はほとんど全ての前線で作戦行動を行っており、いくつかの部隊はインド、アフガニスタン、中東諸国及び南アフリカに潜入した。彼らはまたフェリックス作戦及びアシカ作戦のための訓練も行っている。部隊は 戦争初期、ポーランド及びオランダにおいて、宣言部隊として活動し、戦略目標である橋、トンネル、鉄道車両基地を占領するといった、驚くべき成功を収めた。ブランデンブルク隊は、国防軍情報部第2課から発展し、開戦初年中は、コマンド部隊として使用された。当初、部隊は、他国語を話せる元国外居住者を、 主として構成されていた。1944年まで部隊は、陸軍の一部隊というより、むしろ陸軍総司令部の部隊として活動した。部隊は、前線の戦闘部隊として、グロースドイッチュラント総攻軍団に編入されるまで、次第に拡大された。第一次世界大戦中、ドイツ領東アフリカの指揮官、パウル・フォン・レッド・フォルベック将軍は巧みにゲイリラ戦を、 指揮し連合国植民地軍と戦った。同時期中東では、T.E. ロレンスが、オスマン帝国に対するアラブ反乱で、アラブ人のヒットラン戦法を駆使して、大きな成功を収めていた。テオドル・フォン・ヒッペル大尉は、アフリカにおいて、列島フォルベックの下で従軍し、戦後、列島フォルベック及びロレンスによって考案された、ゲリラ戦術の熱烈な支持者となった。 ヒッペルのビジョンは SAS を創設したデイビッド・スターリングを連想させる。ヒッペルは高度なサボタージュを呼び、外国語会話の訓練を施し、敵広報の指揮、通信、兵坦を混乱に陥れる作戦を行う、小規模のエリート部隊の創設を考案した。ヒッペルが国防軍に提案した時、彼のアイデアは却下された。プロシアの保守的な将校たちは、 この隠密型の戦闘行為は戦争のルールを侮辱し、このような戦闘に従事する者は、兵士と呼ぶにふさわしくないとみなした。ヒッペルはくじけず、彼のアイデアを国防軍情報部の指揮官、ビルヘルム・カナリスに直接愚心した。ヒッペルは、国防軍情報部第2課に配属され、彼のビジョンを実現する任務を与えられた。 最初に編成された、エビングハウス大隊はそのほとんどがポーランド語が、流暢な元国外居住ドイツ人で構成された。大隊は、カナリスの手配により、国防軍最高司令部の支援を受け編成されたが、国防軍の管轄下に置かれた。白の場合作戦において、大隊は鮮烈なデビューを飾った。エビングハウス隊は重要な橋や戦略目標を確保して、 破壊を防ぎ先方部隊の進軍を支援したのみならず、幹線道路や鉄道のジャンクションを破壊することによって、ポーランド軍広報部隊を混乱に陥れた。エビングハウス大隊は、その成功にもかかわらず、作戦後直ちに解散させられた。カナリスは、ヒッテルに対し、国防軍情報部官つかに、エビングハウス大隊のような部隊を創設するよう、指示した。 1939年10月25日、ヒッペルは、元エビングハウス大隊のメンバーを中心とした、最初の部隊第800特殊任務建設、共同中隊を作った。中隊員の募集は、ヒムラーの新衛隊とは全く別のやり方で行われた。ヒッペルは、金髪壁眼といった、アーリア人の理想を具現化した典型のようなもののみを、採用するよりはむしろ、 国内のスラブ人、ポーランド人及びその他民族でドイツのために戦える人材を探した。何人かの主眼者はイギリスの封鎖線を越えてきて入隊した。採用に関して少なくとも1カ国の外国語に堪能であることが必須条件とされたが多くの採用者は複数の言語を流暢に話せた。採用された隊員は 特定の地域の慣習や伝統を教え込まれた。作戦を行う地域の人々の修正や癖を知ることはその地域に溶け込むことや、効果的なサボタージュ作戦を遂行するために必要とされた。部隊の弊社は、ベルリンの旧ブランデンブルク編境百両シュテンダールに置かれ、訓練場は、オラニエンブルクのフリーデンタール付近に用意された。 1939年12月15日の新隊員の入隊により創設されて3ヶ月に満たずして中隊から大隊に拡大され第800特殊任務建設共同大隊となった最初の大隊は前線の敵民族に合わせた4個中隊で構成された大隊にはまたオートバイ小隊と落下3小隊も含まれた 大体はさらに追加の混成部隊を創設して拡大した。カフカースからの人員で構成された、いわゆるアラブ旅団は、ブランデンブルクと連携を取り、中東方面の作戦に従事した。ブランデンブルクは、木の場合作戦において、広範囲に及ぶ活動を行った。攻撃開始にやぜんの1940年5月8日、ブランデンブルクは行動を開始した。 敵の軍服を、自軍のソレの上から着用し、小部隊が国境を越えオランダ、ベルギーを呼び、ルクセンブルクへ潜入した。作戦初日に行った多くの活動の中の一つに、オランダのヘネップにあるマース教の選挙がある。ビルヘルム・バルター中尉率いる8名のチームは橋を、無傷で手に入れるという任務を与えられた。5月10日午前2時、バルターのチームは、 オランダ軍警察に変装し、ドイツ軍捕虜を連行する体を装い襲撃した。二つの監視所を破壊したが、三名が負傷し、チームは身動きが取れなくなった。オランダの制服を着たバルターが橋を越え前に進み出た、ため守備兵は混乱し、チームの残りが負傷者を運び出すのを許してしまい、橋は占拠され、爆破装置も解除された。本作戦の過程で、 このような形でさらに多くの場所を占領したが、他の橋に関しては確保に失敗し、ブランデンブルク隊はオランダ軍に捕らえられ、スパイとして射殺された。フランス占領後、ブランデンブルクはとともに、アシカ作戦の準備のために、北、フランスに移動した。作戦が中止となった後、大体は南フランスへ移り、ジブラルタル進行計画。 フェリックス作戦のための訓練に入った。この時、大隊は再び拡大され、第800特殊任務共同連隊ブランデンブルクとなった。規模の増大とともに連隊には、沿岸襲撃部隊及び熱帯用装備の専門部隊が加わった。ベニート・ムッソリーニがギリシャ侵攻にしくじると、ヒトラーは、 ソビエト侵攻を後回しにし、ユーゴスラビア及びギリシャ侵攻作戦を1941年4月6日に発動した。再びブランデンブルクに役目が与えられ、第3大隊から選抜された54名のチームが、作戦開始前日にドナウ川流域のオルショバにある重要な造船所を占拠した。規模が拡大したにもかかわらず、ブランデンブルクは、 高いスキルを維持していた。訓練は、肉体的および精神的に厳しく、外国語、小部隊戦術、落下山降下、爆破、解体、隠密作戦、車両および航空機の使用、戦車を含む敵軍武器の習熟などがあった。いくつかの死体は、特に、パイロット技術あるいは各種偽造爆破あるいはカモフラージュの訓練を行った。 ある中隊は127名のクロスカントリースキー、熟練車で構成され、犬ぞりを装備し、北部ソビエトの表現での戦闘を想定した訓練を行った。その活動においてブランデンブルクは部隊を2名のチーム、12名の分隊、300名の中隊全員など、作戦要求に応じ編成した。戦争中、ブランデンブルクはそのべての作戦を事実上、 敵広報で言った。彼らはたびたび捕獲した装備品を使用したり相手方の兵士に変装したりし、時には偽の身分証明書を使用したが、連合国のそれとは似ていないものだった。ブランデンブルクは他国の軍服の着用に関して非常に慎重に言った。彼らは常に戦闘の前に敵の軍服を脱いでその下に着込んでいたドイツ軍の 軍服になることを要求され、自軍の軍服が信任できるようになるまで発砲することを許されなかった。これは、ブランデンブルクがスパイではなく兵士であると主張する根拠とするためであり、それはまた命令に忠実であったり、彼らの本当の気色を示す前に戦闘が開始されてしまった、いくつかの部隊が捕虜になる結果を招くことになった。 ドイツアフリカ軍団がリビアに派遣された時、ブランデンブルクもそこにいた。彼らは、熱帯戦専門の4個中隊で編成され、英語あるいはアラビア語を話し、敵後方での襲撃及び、偵察任務用に捕獲したイギリス軍の車両を使用した。これは、イギリス軍の LRDG に告示する。エルヴィン・ロンメルは当初ブランデンブルクに賛同していなかったが、 LRDG 及び SAS に苦しめられたことから、ブランデンブルクの非正規戦闘を受け入れるようになった。部隊は、イギリス軍補給船を分断したが、部隊への補給あるいは、輸送手段の提供には、困難がつきまとい、ほとんどの隊員は殺されるか、捕虜になった。特殊部隊ブランデンブルク部隊賞1941年に、ソビエト国境を越えた、最初の部隊は、 ブランデンブルク連隊である。初日にブランデンブルクは、都下作戦のために道路及び鉄道ジャンクションを占拠、確保したほか、赤軍の通信、補給線を無力化して、大混乱に陥れた。バルバロッサ作戦序盤、ブランデンブルクの部隊は、ラトビアのダウガフピルスにあるダウガバ川に架かる橋を、占拠し、北方軍集団のレニングラードへの進軍に対する、 死体工作を阻止した。その間に、沿岸両兵大隊は、黒海、バルト海及び、アゾフ海沿岸で、多くの水陸両用作戦を展開した。ウクライナでは、ブランデンブルクは、ウクライナ人主眼兵部隊の八軽ル大隊と協力し、中央軍集団を支援した。部隊は、ウクライナ人部隊の戦闘力が疑問視されていたにも、かかわらず、絶大な成功を収めた。 1942年10月初旬には、バルト三国出身のドイツ人及び、ズデーテンドイツ人ら62名からなる、ブランデンブルクは、アドリアン・フォン・フェルカーザム男爵に率いられ、他の、どの友軍により、敵人深くまで侵入した部隊となっていた。フェルカーザムは、重要拠点マイコープ油田の占領及び確保を、命じられており、味方から非常に恐れられている。 NKVD 部員に変装して、ソビエトのトラックを運転し、ソビエト前線を通過、後方へ潜入した。そこで前線から逃げてきた、赤軍脱走兵の大集団と偶然出くわした。フェルカーザムはこの後期を利用し、彼らを軍に復帰するよう説得して協力させ、ソビエト軍後方をほとんど自由に移動できるようになった。フェルカーザムは身元を偽って、 スターリングラードのトルーキン NKVD 少佐と称し、自分の任務は脱走兵を復帰させ、マイコープの守備につけることだとマイコープの指揮官に説明した。指揮官はフェルカーザムを信用しなかったが、翌日には都市の守備状況を視察させた。8月8日までにドイツ軍戦方は12マイルの距離まで近づいていた。ブランデンブルクは行動を開始し、 手榴弾を砲撃に擬態して使用し、市の軍通信センターを破壊した。フェルカーザムはそれから、赤軍守備隊に出向き、兵の退却が起こっていると話した。守備隊指揮官にはそれを確認あるいは否定するための通信手段がなくなっており、赤軍はマイコープから本当に撤退を開始した。8月9日、ドイツ軍先法は抵抗を受けずにマイコープに入った。 これはソビエト侵攻においてブランデンブルクが遂行した数百ある作戦のうちの一例に過ぎない。1943年までで最も一般的だった任務は長距離偵察である。1942年のウクライナにおける南方軍集団の進軍ではブランデンブルクは再び戦役初期の頃のような任務に就いた。ほとんどの場合、これらの作戦は 赤軍の軍服を着て捕獲した赤軍車両に乗った20名から60名の部隊で遂行された。1943年1月から4月の間にブランデンブルクは拡大されブランデンブルク師団となり初代指揮官にはアレクサンダー・フォンプ・フールシュタイン少将が就任した。師団は4個連隊からなり、有望と乗り組員隊、対空砲隊、砲兵隊、戦車隊、 対戦車隊及び戦闘公兵隊が創設された。辞任はアフリカ軍団及び海軍から編入され、ユーゴスラビアのイスラム教徒及びインド人志願兵もいた。国防軍情報部はカフカースからイラン、インド及びアフガニスタンに至る攻撃計画のために積極的にヒンドゥー教徒及びイスラム教徒新兵を募集した。スターリングラードでの敗北は インドへの大規模な攻勢が発生することはないことを意味したが、自由インド軍から編入された100名の部隊はそのまま止め置かれた。1942年1月、バヤベーレ作戦において部隊はイランに落下産降下し、インドに潜入した。彼らはサボタージュに携わり、反体制派を組織し、イギリスに対する民衆の反乱を煽動した。カーブルの大使館員。 ビッツェル中尉は、数ヶ月後には、作戦は成功する見込みだと報告した。ブランデンブルク師団部隊賞1942年下旬まで、ブランデンブルク連隊の大部分は、エリート不評として、ドイツ軍前線の隙間を埋める、引消し部隊任務に借り出された。1943年2月、ブランデンブルクは、前線から引き抜かれ、ドイツに戻った。 連隊はこの時、ブランデンブルク師団となったが、ある連隊は東部戦線に戻り、引消し部隊の任務を再開した。ある大隊はアフリカに送られ、地中海の連合軍に対する乗乱行動を続けた。残余の部隊はバルカン半島に送られ、タイパルチザン作戦に投入された。1944年5月25日。 師団のスペシャリストが、第 500SS 高架両兵大隊に配属され、カツラウマ飛び作戦に投入された。本作戦は、ユーゴスラビアのバルチザン指導者、ヨシップ・ブロズ・チトを、ドルバー近郊にある彼の司令部で捕獲し、それによって、バルカン半島での共産主義者のレジスタンス運動を、鎮圧することを目的としたものだった。チトは、 SS 高下両兵が彼の地下司令部に突入する直前に脱出し、SS 高下両兵は町の墓地へ撤退、残豪を掘りパルチザンの猛攻に夜まで耐えた。パルチザンの死傷者約6000名に対し、第 500SS 高下両兵大隊は戦死213名、負傷881名及び行方不明51名の被害を受け、ほとんど相当された。 ブランデンブルクラ落下産大隊部隊賞1943年中盤イタリア国王ビットオリオエマヌエーレ3世はファシストの独裁者ムッソリーニを失脚させ連合国側に寝返った。これにより多くのブランデンブルク部隊はバルカン半島から移動させられイタリア軍の武装解除とドイツ軍の戦争続行のために重要な地域の確保に携わった。 重要地域の一つに、ドデカネス諸島のコス島がある。コス島はトルコに近く、1943年9月に、イギリス軍が進出しており、連合軍の大規模なイタリア兵守備隊が、駐屯していた。島には重要な滑走路があり、これを再占領する必要があった。ラングバイン省意識の、ブランデンブルク沿岸両兵大隊,隊及び、落下山中隊は、 空軍の降下両兵と共に、島の南海岸に夜間降下し、海岸の守備隊を速やかに制圧、イタリア兵を支配下に置いた。部隊は抵抗なく、町に進出し、相当を開始した。いくつかの地下号を調査した後、部隊は、種類が隠されていたのを発見した。多くの兵は酒を飲んで冷水した。夕暮れ後、ラングバインは、兵が飲みすぎて、 警戒を怠っていることに気づいた。彼は覚醒剤のメタンフェタミンのストックを入手し、兵たちに投与した。アルコールと混ざり合ったメタンフェタミンは兵たちに、統制された怒りの感情を引き起こし、夜遅くにイギリス軍とイタリア軍が攻撃を仕掛けてきた時には敵をたやすく、撃退した後、高下両兵隊と合流して、敵軍陣地に突撃、占領し、 島を確保した。ブランデンブルク総攻的弾兵士団部隊長カナリス及び国防軍情報部は当初からバルター・シレンベルク率いる新衛隊情報部の厳重な監視を受けていた。国防軍情報部のナチスに対する反感は1944年に頂点に達した。カナリスを含む数名の国防軍情報部首脳は1944年7月20日の ヒトラー暗殺計画に型にしたとされ、ブランデンブルクの指揮権は SD に異常となった。1944年9月、特殊作戦部隊としての手段はもはや必要ないと判断され、自動車化不評及び、戦車連隊の装備を受け、ブランデンブルク総合的弾兵手段となり、東部戦線に投入された。フェルカーザム弾尺を含む1800名は、 オットースコルゼニー SS 大佐の SS 駆逐戦隊に転属させられ終戦まで特殊部隊として作戦を続けた。師団の残りは通常の作戦任務に就いた。これにより士気の低下を招いたがブランデンブルクはそれでもエリート部隊とみなされ1940から41年に訓練を共にしたグロースドイッチュラント装甲師団に配属された。ブランデンブルクは 東部戦線のバルト海から東プロイセンへの撤退戦に投入され前線した。ブランデンブルクはグロースドイッチュランと師団に従いフェリーに乗ってピラウへ撤退するまでメーメルの戦いに参加した。師団はピラウ付近での激戦でほとんど壊滅し何人かの生存者は5月にシュレースビヒホルシュタインでイギリス軍に投降したが多くの隊員は 捜索から逃れるための高いスキルを持っていたため、たやすく姿を消した。死あるいは逮捕から逃れたブランデンブルク隊員たちは、多くの他の特殊部隊兵と同様、県を置いて市民生活に戻ることを潔しとせず、フランス外人部隊に入隊した。興味深いことに、ディエンビエン風にいた番号の大きい、フランス外人部隊は、 元武装死に隊、元陸軍兵士のドイツ人部隊で、その中に何名かの元ブランデンブルク隊員もいた。ロシアも、また、確実に、元ブランデンブルク隊員を秘密部隊のアドバイザー、及び工作員として採用している。その他のブランデンブルク隊員も、傭兵あるいは軍事アドバイザーとしてアフリカ、南アメリカ、あるいはアジアに渡った。 新しく独立したアフリカの国々での一連のクーデター事件は元ブランデンブルク隊員に仕事を提供した。スカルの大統領統治時代のインドネシアのセキュリティサービスの長は元ブランデンブルク隊員である。中国共産党の指導者、モータクトーやコンゴ民主共和国の分離独立派、モイーズ・チョンベも元ブランデンブルク隊員のアドバイスを受けた。 多くのブランデンブルク隊員はまたムハンマド・ナギーブのエジプト軍に雇われ、その他は新しく起こったイスラエルのために戦った。第800特殊任務建設、共同大隊から1939年12月、ブランデンブルク師団1943年2月から1944年3月。 ブランデンブルク総合的弾兵士団から1944年から1945年、ZBV、ツアベ・ソンデレン・ファーウェンドンの略。インディアン・ボランティアズ・イン・ザ・ジャーマン・ベア・マハト。ありがとうございます。